門前整体光友です、この前ね動画アップしたんですけれども、4月21日山口県に行くって言ってたんですけど、なんか調べてたらそこまで面白いところがなさそうだったので、いや文字には行くんですけれども、21日は博多に行くことにしました。なので博多に、近い人、佐賀県のね、いちごミルクさんだったっけ、とか連絡ください。待ってますよ。博多だったら出てこれるでしょう。それ遠いってなったらちょっと僕手は合えないかもしれないね。博多に行ってたら全然大丈夫なはず。なので4月21日博多、4月22日、博多にいます。なのでまあどっちも受け付けてもいいかもしれないけれども、基本的に私的な旅行で行くので昼間ビール飲んでます。でビール飲んでて嫌な人っていうのはもう来ないでください。そんなの私いりません。ですからね、受けたいで概要はね LINE をしていただければわかります。本当にね急遽まだ実はね今日月曜日なんですけど、ホテルすら決めてません。チケットすら取ってません。まあ新幹線でそんなもんだからいいかなと思ってるんですけれども、なのでねとりあえず博多に行きます。なのでこの動画見て、へえ先生博多来るの、九州行くよ、九州行くよちゃんと。なので九州に来て欲しかった人たち、一応ね連絡先知ってる二人に声かけたら、僕ちょっと夜勤で無理です、私もちょっと学校が忙しくて無理です、断られちゃった、でもあいつら奈良に来るって言ってたからな、まあいいかまあなのでね、今まで九州に来て欲しかった、佐賀県に来てって言ったあの人、コメント欄でなんか残してた人たち、まあ時間があればどうぞ。そんな感じです。一応ね時間はね19時から9時21時ぐらいまで、で今からね、そういうホテルをちょっと予約していきますから、博多駅の近辺でやろうかなって思ってます。で時間外、昼間は僕観光でちょっと遊びに行く予定なので、それでやってほしいっていうことはね LINE でねまた詳しく話をしますから、それはね、連絡してみてください。私から連絡すること一切ございません。動画で見てください。以上、門前整体光友、九州行くよ編でした。